間が厳しい時はバスを。私バス嫌い。まさか、ちゃんと間に合ってるわよ。2年の時にそんなことしてたわね。ま、その後でちゃんと私が修正し直してたけどね。もっち、そんなズルで楽して進級なんて甘々よ。ああ、あいつの場合は来てても欠席扱いにしちゃったのもいくつかあるし。それより、あんたの方こそ何なのよ。なんでいいの？あ、ちょっとはしょりすぎたかな。なんでこんな時間に教室にいいの？でしょ。珍しいっていうか、 UFO 見る方が確率高いんじゃない？あ、ひょっとして昨日の放課後からずっと学校にいたとか？なんですか？じゃあ、実はあんた偽物でしょ。え？岡崎くんじゃないんですか？優しい女の人と熱い衝撃の出会いがあるんです。
身も心もリフレッシュできます。頑張りなさいよ。どういう意味でしょう。やったぜ。ゆうべ話したろ、友よって2年の女に勝負を挑むってさ。これから行くんだよ。こういうのは初めが肝心なんだって。この学校はそんなに甘くないって教えてやらないとね。ほら、行くぞ。名前は？せこいことしそうなちんけな名前だぜ。関係ないでしょ。今クラス聞いてきた。 2B だってよ。ここだ。行くぞ。行ってやるさ。さあどうかな。やらせで人気を稼ぐようなやつだからな。どっかの空き教室に男を連れ込んで。そりゃいやら邪魔だ。
棒も不意打ちには勝てず。例えだろうが例え。知るかボケ。そう、今のやつ叩きのめす。さっき僕を突き飛ばしたやつ出てこい。うるさいぞ。岡崎さんよ。なんだ、私に用か。すら貸せよ、こら。水を差すな、こら。なんだ、さっきのことを怒ってるのか。入り口で立っていたら邪魔だろ。うちのクラスの連中も迷惑する。知るか、こら。わかった、次からはもう少し優しくしよう。おい、待てよ。なんだ、まだ用か。謝って済む問題じゃねえんだよ。いや、謝ってもいないが。こんな、廊下に出ろ。仕方のないやつだな。付き合ってやろう。そういや、昨日もこうして男とやり合ってたよな。ああ、そうだったな。ご苦労なこった。人気稼ぎも楽じゃないね。人気稼ぎ、やらせなんだろ。やらせ。女が男に勝てるはずありません。金でも渡して負けてもらってるんだろ。それとも金じゃなくてあっちの方。女の子はいいね。そういうのでバカな男は言いなりになっちゃうんだから。どうしたの、図星で何にも言えなくなっちゃったの。喜べ。何が。同校の生徒には手を出すまいと思っていたんだがな。お前だけは特別に相手してやろう。そもそもお前自身、素行の悪い不良生徒のようだからな。そうお咎めもないだろう。お前どっちの味方だよ。言ってろ、すぐに見直させてやるさ。惚れるなよ。